ちうとキャス、鹿児島子育て県議会、毎日うとキャス始まるよ。明日は本会議最終日、毎日うとキャス、スタート。こんばんは。あ、もうちょさん、ありがとうございます。こんばんは。お疲れ様です。皆様、こんばんは。鹿児島県議会議員のうとけいこと申します。本日は、12月の18日、月曜日、S さん、お疲れ様です。ちょっと心持ち、ひそひそ声で、今日はお送りしたいと思います、時刻はなんと今日も夜11時1分になってしまいました。今日もお疲れ様です。お付き合いいただきましてありがとうございます。今日のタイトルはひとえに風の前の塵に同じとつけました。もう脳内でですね、ゴーンと鐘が鳴っておるんでございます。ヒロさん、さすがです。祇園精舎の鐘の音。トラちゃん、ありがとう。コイン、お疲れ様です。体調大丈夫。まあ、いつもこれ言うてる。S さん、今日は息子さんは大丈夫じゃなくて、昨日夜泣きで10分で終わらせていただきまして、ありがとうございました。おかげさまで、あの後、あ、森本さん、ありがとうございます。来てくださって、昨日ですね、ツイキャスをですね、息子の夜泣きで11分で切り上げて、その後夜泣きにですね、ひたすら付き合いました。一晩中。ご飯食べてなくてですね、あの時間帯にですね。で、夜中の2時に食べましたね、ご飯。なんかもう眠りが、鼻が詰まって寝にくかったみたいで、もう眠りが浅くって、抱っこから下ろすと泣くので、もうずっと抱っこしてまして、今日も毎日ウトキャスです。意味深なタイトルが付されていますと、森本さんが、ハードルを上げてくださいましたがですね、これは、息子の夜泣きの前には誰も勝てないよ、っていう話と、どんなに重大な行きたいと思っている懇親会であろうが飲み会であろうが、息子の風の前には誰もたけき者も勝てないよっていう、ただそれだけの話なんです。バチャさん、昨日はヒロシキャスからのウトキャスを楽しみにしていたんですが、ありがとうございます。力尽きて寝落ちてしまってこれませんでした。うわー、ありがとうございます。力尽きて日曜日なのにお疲れだったんですね。お疲れ様です。でも日曜日はゆっくりするのが、大切だと思います。そして私もヒロシキャスはですね、息子の寝かしつけをしながら、息子の寝る前のルーティンをしながら聞いてまして、寝落ちて1時間後に起きました。森本さん、なるほど、それはそうですね、それだけの話ってことはないですよ。いやいや、もうありがとうございます。はい、今日もですね、奄美会という、懇親会をお誘いいただいていたんですけれども、主催はですね、永井さんという自民党の方なんですが、非常に腰の低い、なんかもうすっごくこうご丁寧な方なんですけれども、ぜひ来てくださいね、ウトさんって2回もお声掛けをいただいてたのに、結局今日お断りをしました。今日朝から息子を病院に連れて行って、いろんなことをですね、今日やろうと思っていたいろんなことがですね、倒れました。たけき者、たけき医師がですね、私めの。そうなんです、ヒロさん。ゴーン。勝者必須の断りを表す。
昔から泣くこと、で、これ地頭って言うんでしたっけ？何でしたっけ？地頭って。ああ、勝てませんでした、もう。でも可愛いんですよ。泣きながら、カカー、カカーっていう、もう可愛いな、今だけって思って。はい、ということで、菅義偉さんの、首相だった時に広報の山田真紀子さんって方いらっしゃいましたよね。で、あの方がほら飲み会を断らない女って流行ったのを覚えてらっしゃいますか？なんかそれを三浦麻里先生の本をペラペラめくってたら、その話が出てきて、ああったな、そんなのがって思ったら、そこになんかですね、1回でも飲み会を断ったらもう二度と誘われないって書いてあって、もうね えぐれましたよ、胸が。もうね、何箇所からのお誘いいただいているのを断ってるんだろうってちょっとへこみました、昨日今日で。S さん、宇都さんみたいな議員が増えるといいなと思います。子どものこと考えずに作る子育て政策には疑問しかない。そうですよね。ありがとうございます。S さん、励まされました、今ので。そうだ、女性議員がもっと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 増えたら、飲み会のコミュニケーションも行かなくても、行ける人はね、行って行けばいいし、行きたい人も参加できる人も、やっぱり飲み会楽しいし、コミュニケーションの場だし。でも行かない人がパージされない社会、意思決定、政策決定の場にやっぱなる、そういう社会にしよう。そしてママは飲み会に行けない、パパは飲み会に行けるっていうのもね、お互いに、今時のお父さんはでもあれですかね、自分は勝手に飲み会に行くけどみたいなのないんじゃないですかね。どうでしょうか。ミミさん、ありがとう、こんばんは。なんかお疲れの表情ですよ。大丈夫ですか。ありがとうございます。ごめんなさい。大丈夫。リフトアップ。わお、娘が1歳頃から熱性けいれんを繰り返していたので、ほぼ抱っこして寝てましたよ。本当、そりゃしんどいわ。わお、お疲れ様でした。あんなに立派に育ったからもう十分ですね。 はい、へこんでたんです。ヒロさん、そんな無理やん、人間的に。ありがとうございます。ケンキ4期目の頃は息子さんは反抗期の時期になります。ケンキの4期目 そうか、そうか、頑張ろう、ケンキ4期もできるかな。ありがとうございます。 10年経っても可愛いよ。可愛いよね。わかる。レオナくんめっちゃ可愛いもん。まさきさん、お疲れ様です。あれ？ やばい、今の間違った。 ポロッとなんか申し訳ない。今の皆さん聞かなかったことにしてください。まっちゃんさん、地頭ですね。地頭は三省堂の新明解国語辞典には昔荘園を管理し租税を徴収した職名と書いてありますね。読み仮名を振っていただいて誠にありがとうございます。なるほどですね。今時の夫婦は毎晩飲み会なんて言ってたら配偶者にボコボコでしょ。笑い。あ、そうかな。そうだといいな。お酒飲みだけが機会じゃないですよ。水キムチで飲み会もあり。いいですね。今はね、オンライン飲み会もできるしね、ということで、居酒屋で飲むと高くつくので、私は家飲みいいですね。私も家飲み大好きでございます。なんつったって帰らなくていいからね、寝落ちれる。ということで、すみません、酒の話で10分終わってしまった。いや、でも飲み会を断らない女っていう、一度でも飲み会を断るともう二度と誘われないっていうのはすごいえぐれませんか、女性の皆さん。寝落ちれるって言葉いいですね。あ、森本さん、すみません、ら抜き言葉を使っちゃいました。寝落ちられる。まあいいか。
ということでですね、土曜日はそんな話をしておりました。で、女性議員を増やしたいんですというですね、あのお話を、お勉強会の講師に呼んでいただいてしていただきましたが、実際にそのよく言われるガラスの天井、ガラスの壁、あるいは女性がなぜ増えないのか、立候補者になる段階で、選挙中に、そして政治家になって議員になってから、それぞれあの女性が、女性がその場に立ちにくい理由というものをこう、いわゆるあるあるというか、よく言われる言葉、あの事項項目をですね、並べて、それについて私自身が、実際にどうであるかっていうのをですね、一つ一つお話をさせて、いただきまして、どうだったかなと思ってたんですけれども、あの会の後に、女性お一人だけ女性が参加くださってたんですが、その方がですね、自分が、まあ、自分が参加している別の勉強会、女性勉強会にもぜひ今度来てほしいというお声掛けをいただいたりですね、あとまた、今日上山定重さんに、あのすごい分かりやすかったって言ってたよみんなっていうふうに、あの一応 上山先生でもお優しいからな、あのでもお声掛けをいただいたので、なんとかお役目を果たしてたかなというふうに思っておりまして、その中でやっぱりその飲み会の話もですね、女性議員が、なかなかそのこれまで増えなかった理由として、そして今の議員としての悩みとして、お話をさせていただきました。そうそう、 S さん、家飲みなら飲酒運転もしなくて済むので安心。そうなんです。あと電車とかで寝落ちなくていいしね、寝過ごさないしね。子供って今日は仕事が忙しいという日に限って熱出すんですよね。私は先輩看護師に、親の代わりはいないんだから、子供のことはあの時こうしていたらって後悔しても遅いんだよと言われて救われました。前段も後段もめっちゃわかる。ちなみに明日はですね、本会議の最終日です。それで、自民党さんが意見書を提出している緊急事態条項の創設を求める意見書が、鹿児島県議会として通ってしまいます。数的に。我々県民連合としてはもちろん反対ですし、私も個人としても、日本国憲法に緊急事態条項を可見することについて、断固反対をしております。明日、同期の湯浅慎太郎さんが県民連合として反対討論をする予定でしております。ということで、明日はとっても大事な日なんですけれども、でもね、ちょっと息子昨日よりはだいぶ良くなってる、病院に行ったけど、はい。そして、先輩看護師さんに、親の代わりはいないんだからですよね。私だって、社会を変えたいし、皆さんの期待を背負ってで、この立場に今させていただいているけども、やっぱり息子が一番大事だもん。言っちゃった。でもそう思うって大事だと思うって。はい、すみません。イオン少女はインドですね。へー、なんかでも そんなの聞いたことがある気がします。はい、 S さん、私も議員になったら飲み会行かないんだろうなと思います。でも行きたくないなら行かなくていいっていうのも大事ですよね。ラ抜きして気してないよ。僕自身はめっちゃ気にしてますけど、あ、森本さんありがとうございます。いやいや、あのそう、あの全然そういう意図ではないというふうに、あのもちろん思ってるんですけれども、私が気にする、私も気にするタイプでございまして。ありがとうございます。寝落ちられる。男性でも見切りつけるのではかな。飲み会に行くってことでですかね、どうですかね。
ヒロさん。ヒロさん。のんちゃんが立派に育った娘より笑いとおっしゃってます。S さん、本田静香さん、皆さん、本田静香さんのな話題がお好きですけれども、そうですね、やっぱり議員さん、新人議員さんはですね、大変みたいですよ。もう本当に、あれですよ、この時期はですね、1日2件とか、全然はしごされますからね、皆さん、というらしいです。レオナスさん、アルコールって身体機能、精神機能麻痺させるんですよ。生体反応を考えると、そうしないと本音が言えない方々って大変ですね。私は元アル中になりかけた人間として、非常にその、気持ちがわかるというか、まあ、本音は別に、アルコール飲まなくても言えるし、アルコール飲んでても言わないかったりするんですけど、身体機能、まあ、私、アルコールは睡眠薬代わりに 飲んでたのでですね、今、息子が私の睡眠薬となってくれてて、非常にありがたいことでございます。すみません、ちっちゃい声でボソボソ。まちゃんさん、日本で女性議員が増えない理由の一つには、供託金の高さもあると思います。この供託金の高さについて、まーちゃんさん、以前もご指摘くださってたかなって思うんですけど、まーちゃんさんじゃなかったかな。そうですね、日本供託金の高さはとても有名でございます。日本で女性議員が立候補しない理由、4つ主にあると言われてて、まず家族の理解支援、それから、人脈、それから金銭的な理由が、これ、供託金ですね。それからもう一つは、時間がない。これはものすごい言いたい。あ、こっちだった。時間がない。はい。松島さん、こんばんは。お疲れ様です。緊急事態条項なんです。そうなんです。なぜかこのタイミングでですね、自民党さんがこのか今会期で緊急事態条項の創設を求める意見書を提出されまして、明日それが、本会議で、採択をされる予定になっております。通ったらその後どうなるんですかと S さん。はい、ありがとうございます。意見書はですね、通っても、それが即効力を持つというものではないと、私は認識をしております。その意見書を国会に、地方議会からの、ま、皆さんが、一般の皆さんが、県議会だったり、市議会だったり、陳情だったりですとか、なんだっけ、陳情、もう一個は何だっけ、大丈夫か、私、を出すように。意見書は地方議会が国会に、こういう法律早く作ってねとか、そういうのを、お願いをするものなので、それが即、例えば法律ができるということ、憲法ができるということではありませんです。はい、鹿児島でママ議員は宇都さんだけですもんね、とのこと。ですね、ママ議員さんはたくさんいらっしゃるんですけれども、今も、小学生以下は私だけですね。岩重聡子さんは一番最初に立候補した時、お子さん4歳だったんじゃないかな。今、中学生。岩重彩さんは高校生。平原志穂さんは、中学生と高校生。それから、お子さんが今まだ18歳未満な方は、そのお3人ですかね。あとは皆さん成人してらっしゃるんじゃないかしらと思われます。はい。
平原さんも一番最初市議会議員になった時はお子さんが3歳だかで、お二人いらっしゃる、かつ実家じゃないんですよ、平原さんって。なのですっごい大変だったみたいですよ。で、岩重里子さんはご実家が近いから、実家にすごい頼ってて、今鹿児島市議会の郷原さんが私の息子とだいぶ年が近いですね。はい。緊急事態条項はナチスドイツの受験法が有名ですね。はい、その通りでございます。ナチスドイツは、緊急事態条項を作ってですね、ワイマール憲法を亡き者にしたというふうに言われています。ラッチャン、話戻っちゃうけど、お酒飲まないと言えない本音って何？おっちゃん、おばちゃんたち、パラレルワールドに生きてる。なるほどですね。20代から見ると、お酒を飲まないと本音が言えない人たちは不思議な感覚なんですね。でもあれですね、ですね、マンボックスとかなり深く関わったりですとか、あとはまあ女性はどうでしょうか。思ってることを言ってはいけないというふうに、まあ育てられているというか、のでですね、こうなんですかね、男性に失礼なことを言ってはいけないとか、そういうふうに内面化してるので、男性で飲むとめっちゃ泣く人とかいますよね。S さん、お酒飲むのは好きだけど、人の前で飲むの苦手。へえ、そうなんだ。なんでですか？森本さん、緊急事態条項設置の意見書ですか？いわゆる受け入れ課って地方から扱ったりしますよね。困りましたね、とのこと。そうなんです。自民党のですね、その取りまとめをよくしていらっしゃる、あの方は何の役割なんだろう。その方にですね、なんでこのタイミングで緊急事態条項なんですか？って 聞いてみたら、それはですね、僕もよくわかんないんですけどですね、っておっしゃってました ちなみにですね、今回のこの緊急事態条項の意見書はですね、さる団体からの、要望により出されているという噂があったりいたしますよ。他党だけど供託金を全額補助してくれる党もあるみたいです、と S さん。ちなみに立憲民主党はですね、女性議員の新人だとですね、いわゆる、公認料といって、その補助金、まあ、助成金っていうのかな、がですね、男性議員よりもですね、優遇されております。私も皆さんよりも多い金額を補助していただきました。鹿児島の最年少県議って誰なんですか？ S さん、今は私です。で、一番若かったのは多分藤崎武さんの28歳じゃないかなと思います。違ったらごめんなさい。まー、あ、ちゃんさん、自民党の地方議員には日本会議や統一教会がかなり食い込んでいますからね、とのこと。鹿児島県はどうなんでしょうかね。S さん、私の中学の同級生は南さつま市の某県議の娘さん。へえ、そうなんだ。私がさっき言った方、その方ですよ、ちなみに。2個上はお姉ちゃんもいらっしゃった。その方はですね、娘さんお二人のですね、高校の時のお弁当ずっとご自身が作ってらっしゃったそうですよ。リアナさん、ありがとう。のんちゃん、緊急事態条項とドイツってめっちゃ関係あるんですね。ドイツの歴史結構好きなのに知らなかったです。学校ではなかなか習わない気がする。ワイマール憲法とか久々に聞きました。そうですか。のんちゃん、絶対好きだよ、そのあたりの話。おすすめは、おすすめの本を今度貸します。ヒ ロさん、日本会議系からの陳情なんかな。去る団体というふうに伺っております。ですね、はい、社会権が一番最初にできたのはワイマール憲法なんですね。なので、日本国憲法はすごく先進的な憲法なんですけれども、それまで最も進んでいた憲法というのはワイマール憲法だったんですね。ただですね、あまりにも進みすぎて、絵に描いた餅と言ってですね、言われて
ている部分もで当時あって、それがありながらもワイマール憲法下でナチスドイツが台頭して独裁があって、ヒトラーというのは民主主義で選ばれているのでですね、まあいろいろ工作があったんですけれども、民主主義で選ばれた、人なんです。はご存知かな。はい、大日本帝国憲法には緊急勅令がありましたからねとのこと。そうですね、大日本帝国憲法もそれこそ、ドイツのプロイセンかな、プロイセン憲法だったかなを、参考に作られているんですけれども、あの憲法という割にそもそも、権力を束縛していないという、制限していないという意味で、大日国憲法は厳密には憲法とは呼べないというふうに言われているんじゃなかったかなというふうに記憶してます。すいません、ちょっとうろ覚えで喋ってました。森本さん、教託金の問題は性別問わず高いハードルになる気がしますね。みんなお金ないから。もちろん現在の非選挙権に関するジェンダー上の問題は理解しますが、おっしゃる通りだと思います。教託金は戻ってくるとはいえ、そもそも出せないっていうのすごくあるし、そもそも戻ってこなかったら参議院なんか600万ですからね。600万、衆議院で300万、県議が60万。S さん、宇都さんの好きな憲法の条文は何ですか？そんな私におかずをくれる、好物のおかずをくれるみたいな話を出してくださいましたね。でも一言で答えて終わります。13条と12条です。13条は個人の尊重、12条はそして、憲法というもの、個人の、人権を保障するためには、我々が普段の努力を続けなければならないという12条の条文がですね、とても好きです、私は。はい、あ、よかった、終わってる。大日本帝国憲法はプロシア現ドイツ憲法をもとに作られました。合ってた、よかった、ありがとうございます。ヒロさん、好物の数憲法だったんだ。そうなんです、私は憲法大好きなんです。あ、そうそう、それでこの間の土曜日の勉強会で、上山先生がなんで引きこもりになったんですかってことと、なんで引きこもりから脱却できたんですかっていうご質問くださってですね、引きこもりから脱却できた理由の一つに憲法の13条があるんです。個人の尊重、あなたはあなたのままでかけがえのない素晴らしい存在なんだよというふうに13条は教えてくれているというふうに私は思っておりまして、それはですね、私が人が生きるのに何よりもと言っていいぐらい大切な自己肯定感、認知能力ではなく非認知能力の高さとも言われる自己肯定感を、憲法というのは一人一人の私たちに保障してくれているじゃないかなっていうふうに思っててですね、それで13条が好きなんです。衆議院の比例だといくらなんですか？あれ、うん、衆参逆かも。あ、よかった、調べてくださってる。ちなみに衆議院の比例も教えていただけますか、森本さん。私はパラッとわからん。なんでですね、600万って覚えてたかっていうと、当時ですね、当時っていつだって感じですけれども、憲法学者の、お名前どう忘れ方がですね、参議院に10人立候補者を出されたんですよ。10人じゃなかったかな。それでですね、資材を投げ打って6000万出したっていうのをですね、あの先生のお名前が出てこない、髪の毛がこうくるくるされてらっしゃる方なんですけども、それでその供託金全没収されたっていう。あ、衆院比例単独600万、重複300万。怖っ。そういえば柳さん600万よく出せましたね。
事情をいろいろ、はい。衆議院の比例区の供託金は、それだと思う。国民怒りの声だった気がする。何先生でしたっけ。もともと改憲を進めてる先生なんですけれども、自民党の改憲案は全く改憲草案が自民党の改憲草案は全く改憲としてなしてないみたいな。あ、そうそう、小林先生、ヒロさん、さすが、ということで、まあ、大丈夫、30分経っちゃった。ということで、衆議院の比例区の供託金は500万円だそうです。え、っていうことは、そっか。意味不明ですね。はい。ということで、まあ、ただですね、日本は、昨日、おとといもそんな話になりましたけれども、世襲が、国会議員は 30% 弱は世襲議員だった、20から30というふうに、記憶しておりますけれども、ということで、市議はね、30万かね、50万だった気がするんですけどね。ちょっとこの辺りに鹿児島市議の人いません？いないか。明日にでも小川美佐子さんに聞いときます。じゃあ調べればいいんですけど。そうそう、小林節さんです。そうです、そうです。あれよかったのに、あの時に確か令和も初めて出たんじゃなかったでした？そんで、令和と小林節さんとどっちに入れようと思ってめっちゃ悩んだ記憶があるんですよ。一票しかないって思って。それで、なんだったっけ、もう終わるんですけれども、そうそう。なのでですね、この世襲議員さんが多かったりですとか、まあ、自民党さんの、得票に利するような、選挙の法律というのは自民党さんが、政権にいらっしゃる限りは変わりませんということで、今日のツイキャスを終わろうと思います。辛い。600万円は確か参議院の比例区の供託金ですね。つまり衆議院は、単独で300万、そして重複で衆議院の比例も600万円、衆議院の、小選挙区は300万円で、比例の名簿にも載せようと思ったら600万円。ちょっと足し算が分かんなくなってきたからもういいや。ということなんじゃないでしょうか。はい。はい、では小川さんといえば立憲も原発に反対って言ってましたよ、てんてんてんとのこと。あ、小川さんがってことですかね、ってことですかね。うん。はい。ということで、すいません。ちょっと最後の方でぐだぐだになってきた。はい。ということで、すいません。もう33分おしゃべりしてしまいましたので、今日はこちらで終わろうと思います。皆さん、今日も、フォローしてくださって、誠にありがとうございました。衆議院の選挙区の供託金は250万円だと思いますの。何せよですね、供託金だけでそんだけかかるって、そりゃ一般の人は国政選挙なんて出られませんよねっていう話で今日は締めたいと思います。はい。なのでですね、無所属で出ませんかというお声掛けも、自分が立候補するときにはいただいてたんですけれども、そういうお金の話ですとか、あとは、お手伝いしてくださる方のことを考えると、無所属で出るというのは非常にこれもまたハードルの高いお話でございました。ということで、すみません、小川さんの投稿見てません。エソさん、ごめんなさい。ヤナさん、ありがとうございました。旅人さん、見てくださってありがとうございました。森本さん、すみませんって謝らなくていいですよ、ごめんなさい。私がいつもこうやってなんかもう皆さんがきっとフォローしてくださるだろうと思って見切り発車で発言してるのが悪いんですから、ありがとうございました。毎日
日ウトキャス、また明日って旅人さんが言ってくださった。立憲も原発に賛成って書いてたような。んなんでどうしてそう